どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。ウカでございます。ランディ・オートンでやっていきましょう。レッスンマニア、いきます。おはぁ、まずは、ダガマさん、保険をかけておく必要がある。ダスティ・ローですか？ミリオン・ダラーマン。あ、ミリオン・ダラーマンってあいつか。あの、なんか、ドルの、なんかマークがついてたあいつか。じゃあちょっとミリオン・ダラーマンでいこうか。はい。ダスティはちょっと今回いいや。とりあえず、あのミリオンダラーマンって、あれ戦うのかな、あの人。レジェンドでしょ、いわゆる。あ、現役時代を思い出すな、なんだかんだ言ってたから。うん。はあ、しかし奴は先週、自分の借りを支払った。あ？借り？え、どうした、どうした、どうした？Isn't it funny what you find just lying around? Boy, you think Randy didn't actually want to be the champion the way he misplaces things? Randy, you've got something you want, and you've got something we want. Oh, そしてお前は俺たちが欲しいものを持ってる。ちょっと勝負しないか、何？ A triple threat: Ted, myself, and you. トリプルスレッド戦。World heavyweight champion. Hey. You are right. You do have something I want. And. Oh.I've got something you want. 俺はお前の欲しいものを持ってる。The question is, which is more important to you? なんてこった、人質に取ってんのか。Is that title more important to you than the health of your own father? ああ。I know it is to me. 俺には王座の方が大事だけどなと。A hostage situation on Raw. はあ。どうすんのこれ。え、選択肢だこれ多分。What are you gonna do, Randy?何をする気だ、ランディ。バツボタン。お、お、うわー、オーマイガー、オーマイガー、マジかよ。ランディ、そしてどうすんの。まあ、こいつらと。ゲットザタイトル、タイトルを奪え。了解。はい。わかりました。じゃあちょっと取り行きましょうか。うーわー、膝が。やばいやばい、この二人が、もう、激おこぷんぷん丸だよ。もう古いか。もう古いか、あれは。なんか最近全然聞かないもんな。おこだよすら聞かなくなっちゃった。いって、うん、昔は、昔ってか、まあ、今は昔みたいな感じだけど。やばい、この連打がちょっときついぞ、これ。さあさあさあ、あー、また捕まった。ちょっとまずいかもしんない。あー、危ないっか。なんでですか？え？何？ドローじゃねえんだよ。ドローじゃねえ、ボケ。ふざけんじゃねえ。リングサイドに来て逃げ道がある？ふざけんな、マジで、おら！
おめえもだ。あ、もう捕まったら負け。捕まったら負け。うら。オッケー、あいこ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 、急げ、急げ、急げ。お前マジで動くな。うら。じっとしてろ。はい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 、行って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 。早く登れ、早く登れ。うん。はい、オッケー、あい、奪って、あい。よし。よし。あ、疲れた。あ、疲れた。もう、我慢ができなかった、これは。ああ。俺は賛成できんな。マジかよ。王座が人命より重要だなんて。しかも WWE レジェンドなんですよ。うわあ、もうダメだ。危なかった。俺、爆発寸前だった。本当に、本当にね、ダメだよ。一方的にやられる的な感じは本当に来ちゃうから。え、何？え、嘘？え、ジ・アンダーテイカー帰ってくんの？うーわ、復帰すんのか、マジか。自称孤高のレジェンド、ランディ・オートンとメイン戦ですよ。覚悟しときましょう。ちょっといろいろと、申し訳ございません。ちょっと愚痴やらなんやらが結構大暴れしてしまいましたが、どうか僕の気持ちを皆さん、組んでくれると。今日はジ・アンダーテイカーとの試合らしい。正直言うとちょっとね、俺、前回の動画でね、俺もう腕疲れちゃって。なんて、疲れちったよ。またやっていきましょう。さあ、僕はいいんだよ。問題は、ジ・アンダーテイカーの復活なんだよ。いや、怖いだろうな。まさに復讐のために戻ってきたって感じですからね。もう鐘の音が鳴ったらやってくるんだよ、 G アンダーテイカー。覚悟しましょう。いや、よくあれから復活したよね、本当に。すごいと思うな。さあ、やっていきましょう、 G アンダーテイカー。はい、ファイト、トン、うい、もう一丁、この野郎。今俺かなり腕疲れてんだよ。特に二度腕とかもう連打とかいろいろやってたもんだから。あー、でもこうやっぱね、この視点はやりやすい。うい、くれ、うっしゃい。もう一度こう場外でもう危険させてやるよ。しっかりと戻ってこれないようにしてやる。あ、やべ、やり返された。あ、煽られてる。はい。あ、ほらほらほら。もうさ、もう僕のこの動きを見てくれれば分かる通りね。やばいかもしんない。今危なかった。なんかしてくんじゃねえかなと思ったけど。うい。これちょっと一旦距離を取って。はい。で、登る。行くぜ、トリア。うい。あ、これは無理か。うん、ロープレイクもするし。ロープブレイクではないか。でもまあ普通に、今のはダメ、避けられちゃうわ、普通に。うい、あ、痛い、バイバイバイ。おーって、避けきる。あー、痛い。今関節が結構やられましたね。あ、落とされた。いって。なんてこと。よく、オップ。オップ。今のは男性諸君わかるでしょう。いってて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 、てうわわわわわ、うう、アンダーテイカーガチじゃないですか。うい、ちょっと待って、うー、首が、あ、あ、危ない、やばいやばい、落ちる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 、よいしょ、危ね、心臓、首絞められってがっつり、もう俺を今度はなんか地獄へ叩き落とす気満々じゃないですか。さすが処刑人 G アンダーテイカー。ちょっとまずい、うー、またやっちって、トップロープから失敗、この野郎。おお、なんだ、お前いい加減しろよ、マジでお前らいい加減しろよ、本当に本当にいい加減しろ。はは、うー、え、何、ランディ・オートン・ウィズ勝った、あ、やった、あ、そっか、反則ガチなのか結果的に。おお、ちょっとアンダーテイカーと今日、なになになに、わかんないけど、これちょっとこいつらボッコボコにしよう。アンダーテイカーと手を組んで。まあ、こいつらが真の悪なんだよ。トドのつまり。
うらっ、ういやあ、もうすごい、うっしゃい、落ちたな一人。こう追い出せばいいのかな、こっから。そういうことじゃない、追い出せばきっと何かあんのかなっていう気はしたんですけど。うわ、お前マジか、なんかそんなもん持ってきて、うい、お、落とし、叩き落とした。するとどうなんだこれ、あの二人、おーおーおー、あーマジで、あー力と力のぶつかり合いだ、みんなヘビー級なのこれ。うわー、うわー、コーディとテッドは傍若無人な振る舞いだぞと。うわ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 、気持ちめちゃくちゃわかるよこれ。今俺この二人めっちゃ嫌いだもん。あ、復帰戦がこれはかわいそうだな、アンダーテイカーが。助けた方がいいんじゃねえか、さすがに。うーわ、お、お、お、来たか、来たか、う、おー、すげえ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 、チョークスラム、アンダーテイカーのチョークスラム、強え、アンダーテイカー。うおー、かっこいい。あー、そして、なんで、オートン助けてくれたんだろう。俺たちは諦めてないぞと。いいのこれ。アンダーテイカーかわいそうすぎるでしょ。俺アンダーテイカーがなんか正義の味方みたいな感じだと思ってたんだけど、今の感じ。がっつり、なんか、かわいそうに、白目向いてるところに思いっきり食らったけど。おい、これすごかったよね。レッスルマニアの1週間になりました。ようやくここまで来ましたか。レッスルマニアはもちろん楽しみだが、今夜は、今夜俺たちは、ナイトビーチに、デートビーチに、デートなビーチ、はい、にいるんだと。あー、レッスルマニアのカード、確かに。オートン、そして、デビアスとローです。トリプルスレッド戦、あ、もう確定したんだ。こいつら3人でやんの。もうやめてくれよ、あの感じは。絶対嫌だからね。本当に。あ、電話、出ましょう。おお、ファンが一番見ないものにしようということで、トリプルスレッド戦を行うことが決定した。お前が言う通りの強さなら、それでも頂点立てるはずだ。そうだろ？なかなか皮肉を込めたことを言ってくれるじゃないか。行きましょう。週末のレッスルマニアで俺の力が試される。これは全力を出せるようにしてくる必要がある。今夜の試合はアンダーテイカーに任せるべきだろう。アンダーテイカーに任せるべきだろうってどういうこと？うん、試合権利がある状況でオートンを2分以上戦わせずに勝利しましょう。え、ランディ・オート&アンダーテイカーなんだ。そして相手は、ああ、この2人か。なるほど。嫌い。嫌い、こいつら。アンダーテイカーとでもなんかこう、パートナー組めるっていうのは結構嬉しいというか。さあ、頑張ります。じゃあちょっとすいません、カットさせていただきますよ。いやー、なかなかなことをしてくれるじゃないの。はい、と、じゃあ、アンダーテイカーが、今試合権限ないんですよね、これで。できる限りアンダーテイカーにやってもらおうという作戦ですよ、つまり。できるだけこう、邪魔してやろう。なんていうか。おー、アンダーテイカー。さあ、やっちまえ、やっちまえ。いいぞ、いいぞ、持ってやれ、持ってやれ。うぃー。いいね。そうで、ボコボコにしてしまえ。うん。盛り上げとこ。盛り上げておきます、あらかじめ。へい。急にやってきて、すぐ帰る、すぐ帰る。はい、盛り上げてますよ。あ、いや、ちょっと邪魔しちゃったね。なんかすごいことになってる。あ、やばい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 。10秒以内に出ないといけないのか、これ。あ、すいません、すいません、すいません。はい、怒られた。うい。以後気をつけます。じゃあ、外でちょっと戦おうか？このままちょっとやっちゃおうか？うおいしょ。あ、いや、失敗した？いて。なんかすごいことになってるぞ、お互いに。もう、こいつらには本当に、ほう、あれ？これ、リングアウト勝ちなんじゃない？意外と。
ファイブだって、あーくそ、戻しちゃった、戻しちゃった。出ろと、はい。すげえな、アンダーテイカー。じゃあちょっと一人はちょっと、おい、コーチ来い、ほら、よいしょ、ういー。そしてお前落ちろ。お前こっちでやるんだよ。お前散々さっきはよくやってくれたな。前回はよ、まあ、さっきもそうだけど、いろいろと、うらこっちはこっちでボコボコにしてやるよ。もうアンダーテイカーに任せて、もう絶対こっちは助け出さないっていうか、裏で場外乱闘は勝手にやってくれってスタンスでしょうから、おそらく。よくもまあ、こないだはやってくれたな。うーら、おい、反則負けになっちまえよ。お前試合権限ねえんだろ。っていうことで。ロープレイク、あー。ちょっとこっち、ちょっとこっちでフィニッシャー決めちゃおう、先に。よいしょ。はい、こっちは片付けたぜ。RKO、よっしゃ。片や RKO してやったぜ。はい、皆さん。盛り上げてますよ。あ、まずいまずい。やばい、このままだと俺、反則になる。あれ？出てきたぞ、おい。はい、すいません、出ます。潔い、そこは。うらっ。俺が来ないとは言ってないだろう、一言も。さあ、行くよ、思いっきり、ドン。ちょっと実況席前で、実況邪魔してやろう。おいで。向こうは向こうで戦ってるね、しっかり。うい。さっきはよくもよ、やってくれたな、本当に。ここでちょっと憂さ晴らししていかないと、俺はもうなんかこの爆発力を、爆発力っていうか、このなんか、ほんとどっかで爆発してしまいそうな。おら。さすがにこれ、凶器を使うのは良くないと思うんだよね、外側で。外とはいえど、なんかそれで、なんていうか反則になるのもなんかちょっと嫌なので。間違えた！まあ、それもよしだ。早く出よ、早く出よ。うい。そして、あ、君もだ。君も正々堂々と戦おうじゃないか。ういしょ。これ、中にあるかな、アイテム。さすがにないか、そう何度もたくさんは。あー、出てこ、出てこ。ちぇ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 、危ない危ない。変にカウント取られるよ、かましだ。そして、これはちょっと、はい。これで、なんか助けることできないの、これ。あ、中に入ってこれちゃった。出るよ。さあ、いけ！フィニッシャー！あ、いて、失礼しました。おーおー、これやばい！お、お、お、お！気をつけろ！ういえ！さあ。さあ、カウント、カウント。ワン、ツー、スリー。ああ、しまった、邪魔してしまった。そっか。俺があいつをほったらかしておけば。すいません、すいません、いろいろと。その件に関して謝りますので。え、今度どっちになんか対戦。おおう。え、なに、その権利はどっちにあんの？一体。あ、多分見た感じ、俺じゃねえな。俺にはないでしょ。だって別にタッチしないですもんね、まだ。おーら！この野郎、さっきはよくもいろいろやってくれた。ごめんなさい。テイカーさん、すいません、いろいろと。はい。いけたい！さあ、行くよ、とどめ。おい、はい、このままリングアウト勝ちしちゃうよ。セックス、はい、いよいよ。はい、起き上がらせない。おー、ナイス。そして、あ、ちょっとまずいな。えい、ー、さあ、今日。はい、10、10カウントまで、あとちょっと。うい、ナイン、もう立ち上がれまい。来た、10じゃん、10じゃん、今。10、今惜しい、マジで。
今マジで行ったと思った。くそー、もったいないことした。さあ行け、こっちもフィニッシャー行きたいよ、できるだけ。おお。さあそしてカウント、はい、ワン、ツー、スリー、イエー、アンダーテイカーランディ・オートンウィン バイ・ウェイ・オブ・ピンホール。やったぜ、交戦権もないのにがっつりやってやったぜ。まあこれでね、前回の会話返したんじゃないかなと思いますけど、オートンとアンダーテイカーやりました。勝利を奪い、オートンはレッスルマニアに向けて勢いをつけました。うん、すいませんね、アンダーテイカーさん、今までのことは許してくださいよ。うわ、でもなんか許してくれなさそうだな。うわ、首振ってるよ。うわ、握手。うん、危ない危ない。うわ、アンダーテイカーさん、危ない危ない、ダメ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 、うぅ、怖い怖い怖い。おお、え、止めた、なんで、何がなんだかわからん。おいおいおい、なんだなんだなんだ、ちょっと一体何があったんだこれは。待て、どっかで見た、これはまさか、ドーン、うわ、え、これ俺がやられたやつじゃん、この間。一体なぜこれが、これで俺を助けたの、ランディ・オートン。Listen, Randy. ああ。We may have saved your skin tonight, but we only did it for one reason. たった一つしかない。お前は日曜日の試合に出させるためだ。At WrestleMania. はあ。We are going to kill your legend once and for all. マジか。One of us will be the new world heavyweight champion. うわあ、これなんか俺たちがって言ってるよね、これだって。三つどもえ戦なにもかかわらず。うっそーん、そんなことってある？まあ、覚悟を決めましょう。だとしたら。おう、ボーナスアンロック、やった。イベントスキップ機能。へえ、そんなあるんだ。まあ、別にいいや。ま、それは、後々として。解放されたのは、ま、嬉しいですけど。今まで何も解放しなかったんで、このランディ・オートン編じゃ。おー、来ました、やってまいりましたヒューストン、ヒューストンでいいんだっけこれ。あー、さあ来ましたウェスルマニア、皆さんお待ちかね、うん、今年最大のイベント、偉大なステージが開幕です。レッスルマニアがやってきました。うん、今年もヒューストンで歴史的な一戦が見られると思うと嬉しいぞマイケル、早く始まってくれ、待ちきれん。ローの GM は今夜をさらに歴史的な一夜にするつもりだと、はい、レジェンド、え？ほう、リングの周辺をレジェンドたちが鉄拳制裁で大王座戦の進行を手伝ってくる。マジか。ほう、ちょっと見てみましょう。うん、アンダーテイカーから王座を奪って、で、そっと同時にタッグ王座を奪うと。ああ、そう、若い二人に裏切られてしまいます。冷静さを失ったオートンは、やりのまま自分の試合を攻撃。ああ、これに対しレジェンドである、ローですと、はい。この二人の父親が、うん、教え込むと乗り出したと。その後、アンダーテイカーが復帰。事態は複雑したまま王座戦を迎えることになったのです。ランディ・オートン、テッド・デビアス、コーディ・ローです。この三名が世界王座をかけてトリプルスレッド戦で激突です。と言っても実質2対1だろ、これ多分。それは嫌になっちゃうなぁ。さあ、ジャポン。ああ、俺とテッドがリングサイドにいるからには、今回ばかりはお前も王座を持って逃げられないぜ。お前は今夜、行いにふさわしい罰を受けるのさ。ダスティ。レジェンドにそんなこと言われちゃったよ。いや、参ったな。というわけで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。ゲームオーバー。そんなバカな話があったもんじゃねえよ。まあ、やっていきましょう。そして、動くか。おー、プロペラが回る。あ、二つだけじゃねえんだ。プロペラもっとあるわ。おお、お、すげえ。おお、想像以上にでかかった。あ、こんなにでかいんだ。おお、すごいすごいすごい。でか待って、思ったよりでかかったんだけど。おお、喜んで。